ああ、どうすりゃいいんだ。これが中間管理職の悩み？いや、俺、中間管理職じゃないんだけどな。あれ、守る？あ、ミカ、久しぶり。どうしたの？元気なさそうじゃない？いや、ちょっと悩みがあってね。私の名前はミカ。そしてこの人は私の高校の時の同級生の守る。めちゃくちゃ勉強ができて、全国模試でもいっつも1位だった天才。そんな守るの悩みって、なんだろう。悩みって何？相談に乗ろうか。乗ってくれる？実はさ、兄ちゃんが衝動買いしようとしててさ。衝動買い？もしかして車とか？男の人って好きだもんね。でもいいじゃない、大人なんだし。自由にさせてあげれば。いや、車だったらよかったんだけどさ。車じゃないなら何を？球団を衝動買いしようとしてるんだ。え、球団？ああ、シャイアンツってプロ野球チーム知らない？知ってるけど。そこを買おうとしてんだよ。え、どういうこと？どういうことも何も、そのまんま。会社の人たちは大反対しててさ。俺に兄ちゃんを説得してくれって言ってくるの。何？お兄ちゃん社長さんなの？そうだよ。だけどね、俺知ってんだ。兄ちゃん投資の天才だから、その球団を買えばきっと会社のプラスになるってことをね。すごいね。お兄さんをそこまで信頼してるの？でも会社のプラスになるならいいんじゃないの？たださ、兄ちゃんいっつもフィーリングで動くの。まあ兄ちゃんなりに根拠はあるんだけどさ、兄ちゃん言語化できないんだよね。だから俺が代わりに言語化して社員を説得しなきゃいけない。これがめっちゃきついんだよ。それは大変そうだね。ねえ、そこの君、ロシアの最高指導者の秘密を教えてあげる。びっくりした。兄ちゃん、いつの間に。俺は神出鬼没、闇に紛れて生きる妖怪人間だから。兄ちゃんはベムなの？この人が噂のお兄さんか。なかなか個性的そうだな。で、その秘密ってのはね、ロシアの最高指導者は髪が薄い人とふっさふさの人の繰り返しになってんの。今薄いでしょ？だから俺、次の座を狙ってんだよね。兄ちゃん、何者になろうとしてんの？で、今後継者を探してるところ。兄ちゃん、もう辞めるところまで考えてんのね。そこの君、名前は？ミカです。俺はレオン。ミカッペはさ。ミカッペ？ごめんね、兄ちゃんこういう人なんだ。うん、いいけど。どっちがいいと思う？どっち？波平か、ぬくみずで迷ってんの。でもぬくみずの方があるよね。少ない方を後継者に選んであげた方がいいよね、きっと。だから波平の方が100本リードかな。兄ちゃん、何その優しさ。でも俺が将来薄くなるかもしれない。そしたら俺のターンが2ターン。その場合、ふさふさの候補にはバッハかベートーベンを。カツラだし個人だし。いやー、ありがとう、相談に乗ってくれて。ミカッペ、相談に乗る才能あるよ。あ、いや、全然乗ってないけど。あ、やばい、もうこんな時間だ。じゃあミカ、ありがとう。あ、うん。兄ちゃん、会社に戻るよ。あー、めんどくせ。行こっか。なんだろう、あの兄弟、不思議だったな。そうだ、こんなことしてる場合じゃない。スーパーのタイムセールに行くんだった。私はなんとかタイムセールに間に合い、食材を買うことができた。今日の夜はカレーにしよっかな。息子も旦那も好きだし。そんなことを考えながら帰っていると。あら、ミカさんじゃない。え、サラさん。今うげって言わなかった？気のせいじゃないですか。この人はサラさん、近所のママ友。旦那さんが仮想通貨で儲けて最近お金持ちになったそう。まあ、いわゆる成金。以前は仲が良かったんだけど。あら、今日もスーパーのタイムセールなんか行ってるの？貧乏には大変ね。貧乏暇なしって言うけど、いちいちタイムセールの時間も気にしないといけないなんて、本当に大変ね。こんな風にお金持ちになってから私のことを見下してくる。つい最近まで一緒にタイムセールに参戦したりしてたのに。
夕飯の準備があるので失礼させていただきますね。もうちょっと話しましょうよ。あ、そういえばこれ。何ですかこれ。ワイハー土産よ、ワイハー土産。私昨日までワイハーに行ってたのよね。ほら、あんたんちは貧乏だからワイハーなんか行けないでしょ。いらないです。ワイハーの砂も入ってるのよ。あんたがワイハーにもし行けたら泣きながら砂をかき集めるでしょ、きっと。私は高校球児ですか。そんなことしません。じゃあもういいわよ。後で欲しいって言っても知らないんだからね。だからいらないです。ああ、本当にこの人は。いつか痛い目に遭えばいいのに。まあなるべく関わらないようにしよう。そんなある日のこと、うちの玄関先にサラさんがやってきた。一体何の用だろうか。何ですか。せっかく私が下々の民のあんたのところまで来てやったんだから、もっと愛想をよくしなさいよ。用がないなら玄関閉めますよ。あるあるある、終わりなのよ。はい、これ。え、何ですかこのお金。受け取って。受け取りませんよ。あら、あんたはこれが喉から手が出るほど欲しいでしょ。せっかく私が恵んであげようとしてるのよ。ただ条件があるわ。だからいりません。いいから最後まで聞きなさい。今度駅前のあの美味しくて有名なケーキ屋で限定スイーツの販売をするの。ああ、ありますよね。私も行くつもりですけど。なら、なおさらちょうどいいじゃない。条件っていうのはね、私にそのスイーツを買ってきてほしいの。は？きっと結構並ぶでしょ。並ぶのなんて面倒だから1500円あげるから並びなさい。嫌です。はあ、なんでよ。あんたんちはこれで1週間は持つでしょ。とにかく嫌なものは嫌です。ご自分で並んでください。あ、ちょっと待ちなさい。どうせろくな用じゃないとは思ったけど、本当にろくでもなかった。その後噂によるとサラさん、いろんなママ友に頼み並んでもらおうとしたけど、ことごとく断られたらしい。そりゃそうだよね。普段みんなのこと下々の民とか見下してるからさ、天井人かっての。そしてそれから数日経ち、今日はその限定スイーツの販売日。よし、絶対ゲットするぞ。息子が楽しみにしてるからね。旦那は甘いもの好きじゃないからいらないって言ってるけど。そして私は気合を入れてケーキ屋に向かったけど、すでに大行列。確か限定300個。これ買えるかな。ギリギリ買えないかもしれない。どうしよう。でもせっかく来たんだ、信じて並んでみよう。そして私がそわそわしながら並んでいると、後ろから聞き覚えのある声が。ああ、なんで私がこんな行列に並ばなきゃいけないのよ。ムカつく。どいつもこいつも断りやがって。サラさんが私の2つ後ろに並んでる。独り言大きすぎるし、知らんぷりしとこ。ここに並んでるのどうせ貧乏人たちでしょ。ああ、貧乏臭くてたまらない。みんなボンビーついてるんじゃないかしら。そんなことを大声で言ってるから、だんだんと周りの人もイライラしてるのを感じる。知らんぷり知らんぷり。そして列が進み、ついに私が先頭に。残り5つです。はあ、5つ。金持ち優先、貧乏人はどけよ。後ろからサラさんのそんな声が。いい加減ムカつくな。そこで私はある考えを思いついた。あの、ケーキはいくつ買われますか。あ、2つ買いたいです。そうですか、ありがとうございます。後ろの人にいくつ買うか聞いた。そして3つください。かしこまりました。本当は2つでいいんだけど、サラさんにいつも見下されているから軽い復讐をしてやった。2つお願いします。はい、かしこまりました。申し訳ありません、これで売り切れです。あー、ふざけないでちょうだい。なんで貧乏人が買えて私が買えないの。金なら出すわ、早く出して。そう言われましても、もう本日はないんです。早く出しなさいっての。あら、ミカさん。う、やば、気づかれちゃった。ミカさん、もしかして買えたの。あ、はい。それよこしなさい。いやですよ。ほら早く。
このケーキも貧乏人なんかより金持ちに食べてもらえた方が嬉しいはずよ。何言ってるんです？ほら早く。ちょっと引っ張らないでください。話しなさいっての。その時、あれミカッペじゃん。はあミカ、奇遇だね。あ、マモルとレオンさん。え、この人たちうぐもり兄弟じゃない？なんでこんなところに？うぐもり兄弟？サラさんもこの二人ご存知なんですか？旦那が話してたから。兄のレオンは投資の天才で、人を見る目がずば抜けていて、有能な人材を引き入れ、自分の持っているいくつもの会社を大きくしてる。そしてその兄が持っている会社を敏腕な経営術でさらに大きくしたのが守るよ。この二人は経済界の大物なの。そんなすごい人たちだったの？いやー、それほどでも。兄ちゃん、しんちゃんの真似でしょ。似てないよ。そんな。うわあ！どうしたんですか？そのケーキ買えたの？はい。1000万で譲って。1000万円？お願い。何言ってんの、たかが600円のケーキ。いやミカ、俺に売ってくれ。あの守るまで？守るまで何を？なんでケーキに1000万円なんか？俺にはそれぐらいの価値のあるものなんだ。今ケーキめっちゃ食いたいし。え、あのうぐもり兄弟にそこまで言わせるケーキなの？ということは1000万円以上の価値が？早く俺に売ってくれ、誰かに取られる前に。いや兄ちゃん、これは渡さないよ。ちょっと待った、私が1500万円で買うわ。え、ちょっと待ってなさい。数分後、サラさんはスーツケースを持って帰ってきた。家の金庫から持ってきたわ。ほら1500万円、ちょうど。本当にこのケーキを1500万円で？そうよ。いや、やめた方が。いいからよこしなさい。いや、ちょっと待って。そしてサラさんはスーツケースを置いて、私の手からケーキを奪い取り、どこかへ行ってしまった。1500万円はやばいでしょ。もらっちゃえば？くれるって言ってんだし。贈与税のこととかは相談に乗るよ。でもまさか本当に1500万円で買うとはね。さっきのは何だったの？実は兄ちゃんがここのオーナーでさ、今日たまたま視察に来てて、あの人のことはさっきから見てたの。だから懲らしめてやろうって思って。そういうこと？ああ、ケーキ食べたかった。え、ちなみに兄ちゃんは素でやってた。ケーキに1000万。まあケーキに1000万払おうとしたわけじゃないかもね。もしかしたら投資かも。え、どういうこと？あ、そんなことより、はい兄ちゃん、ミカ、これ。え、あのケーキ？うん、特別にもらってたの。ありがとう。心の友よ。兄ちゃん、俺弟。こうして私はケーキを守るにもらった。さらに甘いのが苦手な旦那のためにコーヒーゼリーももらっちゃった。そして帰った後、家族で守るにもらったスイーツを美味しくいただいた。それからサラさんはというと、え、フリマアプリで2000万円で売ろうとしたのに、そんな金額じゃ出品できない。どうしよう、このままじゃ腐っちゃう。おい、やばい、金庫の中のお金はどこだ？え、使っちゃったわよ。なんでだよ。だってお金なんて腐るほど。ねえよ、やばいんだ、賭博で負けて闇金に借金作っちまった。今すぐ返さないとまずいんだ。失礼する、金はあるんだよな。あ、いや、あの、ないようだな。エイジ、連れてけ。ええ、話してよ。サラさんと旦那さんは怖い人に連れて行かれて、借金を返すため怖い人の監視のもと働かされ、風呂なし、トイレ共同の6畳1間のボロアパートで暮らしているみたい。私はあまりにも不憫でお金を返そうとしたけど、ヤクザさんにそれはお前が取っておけ、こいつらは金を使って悪いこともしてたんだ、これぐらいの仕打ちは必要だと追い返された。でも持ってるのもなんか嫌だったから、私は全額慈善団体に寄付することにした。これでいいよね。サラさんのことを見ると、急にお金を手に入れるのも考えようだなと思うし、二人のお子さんは
良識のある親戚のもとで愛情を持って育てられているようだ。それから、なあ師匠。なにリオンくん。俺さ、いつかロシアの最高指導者になるじゃん。リオンくん、そうなの？ああ。すごいねレオンくん。師匠にはさ、日本で総理大臣になってほしい。え、リンが総理大臣？ああ。そして一緒に世界征服をしよう。世界征服？スモモちゃんみたい。ブワーハハハ、呼ばれて飛び出てジャ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 ーン。スモモはスモモ大魔王だ。うわあ、スモモちゃん。スモモ様はアメリカの大統領な。うい、スモモは大統領でも横綱でもキャリアウーマンでもなってやる。さすがスモモ様。師匠、スモモ様、俺は世界を征服して争いのない世の中を作りたい。協力してくれ。いいよ、リン、レオンくんに協力するね。ビスコ一枚で手を打とう。ありがとう。俺思ったんだ、カカロットとベジータが争って命を失った時に、もう二度とこんな悲劇が起こらないように世界を変えようって。レオンくん、辛かったね。よしよし。レオン、何あれ、不思議すぎるんだけど。いつものことだから気にしないで。小学生のことを師匠と様付けで呼んでるのも触れないで。理由を語り出すと兄ちゃん止まんないから。うん、わかった、あえて触れないね。ちなみにカカロットとベジータって金魚。え、金魚？ああ、名付け親は兄ちゃん。いかにも争いそうな名前じゃない。兄ちゃんワールド全開だよね。でもさ、俺いつか世界から争いをなくす人がいるとしたら兄ちゃんなんじゃないかって思ってる。それは私も同意するわ。レオンさんならやりかねないわよね。よーし、世界征服頑張るぞ。うん。兄ちゃん、目的は素晴らしいけど世界征服ってやめようよ。だってかっけえじゃん。兄ちゃんがそういうならいっか。兄ちゃん、そろそろ会社に行くよ。ああ、めんどくせえ。行こっか。じゃあな師匠スモモ様、ミカッペもまたね。またね。ああ、本当に不思議な兄弟だな。こんな非日常を味わうのはもう人生で二度とないかもしれない。毎日会うのは疲れそうだけど、たまには会いたいな。まあこんなスケールの大きい二人どっかに行っちゃってもう二度と会える気がしないけど。ああ、ちなみにシャイアンツを買ったのは大成功だったみたい。本当にすごい人たちよね。ああ、ミカッペ。え、あれ、めっちゃ早く会えちゃった。どうしたんですか？今度バーベキューするからさ、ミカッペも来てね。旦那さんと息子さんも呼んで。は、はい。あとミカッペにお願い。私にお願い？師匠を支えてほしい。え？官房長官あたりになってさ、俺ミカッペならできると思う。だから今から政治の勉強しといてね。な、何言ってるんですか？兄ちゃんの人を見る目は確かだよ。きっとミカには才能がある。ま、守るまで？じゃあとりあえずバーベキューよろしくね。え、あ、はい。あれ、もう二度と会わないと思いきや、こんなにすぐに会うことに？怖い、怖い、怖すぎるよ。私の人生、これからどうなっちゃうの？まあ、なるようになるか。そして、本当にこの一件を皮切りに、私の人生は大きく変わっていく。金持ち自慢がうざいドキュンが、限定スイーツの行列で、貧乏人はどけ、金持ち優先しろ、と、なんていう某掲示板でよくありそうな話が、なんでここまで大きくなったんだ。ただあの二人と関わったことを後悔はしていない。むしろ感謝してるよ。二人のおかげでその後の人生とっても充実してたからね。うぐもり兄弟と出会えて本当によかった。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。